にちは、ホテル暮らし YouTuber のしずかです。今日は今八千文の里に来ています。リアンドカフェフェザーで使うちょっとお皿を見に行きたいと思います。では早速行ってみましょう。八千文の里となんか沖浜と沖縄黒糖とか結構ね気になるところ多いですね。この紫村も一回昔紹介してますね。八千文の里のマップですね。いろんな方の焼き窯が載っています。結構観光客の方が多いです。見てみましょう。こんなちっちゃいおちょこもあります。サイズ感伝わるかな。こちらにはシーサーがあります。私が探していたターコイズのお皿はありませんでした。ちょっと次行ってみたいと思います。続いてこちら行ってみましょう。雰囲気があっていいですね。昔ながらのなんか沖縄の赤瓦とかも見れるのでいいですね。器屋さん入ってみたいと思います。すごい素敵な柄がいっぱいです。お皿だけでもすごい柄がありますね。すごいいろんな柄があって可愛いですね。器屋さん、これはお茶碗だ。可愛い。カラカラだそうです。すごい四角ですよ。次はこちらですね。人間国宝金城二郎さんかな。はい、行ってみたいと思います。陶芸工房富士山ですね。ここは一回ね、かおちゃんと来たことあるな。お、すごい外に並んでる。またここは派手な感じです。色鮮やかですね。こちらには大皿があります。亀さんだったり、こちらクジラ、かわいい。これはご飯入れかな。ちょっとちっちゃめ、ちっちゃめのご飯入れでいい。海みたいなちょっとデザインですごい好きです。なんと小さいお皿が売れていましたで、作家さんの名前が分かって KS クラフト宮城さんという方の南城市の方の
はい、作家さんで。チョコミントみたいで。チョコミントみたい。ケースクラフトの宮城さんっていう方の作品だと思います。思ったよりもちっちゃかった。なんかね、ジブリみたいなところあった気がする。今から皆さんをジブリの世界にご案内します。お目当てのパーコイズのやちむん焼きのお皿買うことができました。またこちら開封していきたいと思います。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また明日の YouTube でお会いしましょう。